地獄谷くったらこ、地獄谷の位置と周辺地形地獄谷は北海道上別市にある爆裂火口群。地獄谷は活火山、友たらくの西緑にあり、大湯沼や日和山と共にあとカルデラ火山の上別火山を構成している。地獄谷の直径は約450メートル、面積は約11ヘクタールあり、高温の噴気、熱水活動が続き、 登別温泉の源泉になっている。四国東屋国立公園の特別保護地区に指定されている。遊歩道を整備しており、夜間は鬼火の道としてライトアップしている。また、自然公園財団による登別温泉パークサービスセンターがあるほか、5月から10月までは上別市観光ボランティアガイド会が観光客向けに周辺を案内する活動を行っている。 1> 約1万5千年前に、共た落斎六で始まった火山活動により、日和山に溶岩ドームが形成された。約8千年前から水蒸気噴火を繰り返したことにより大湯沼や地獄谷が形成された。最新の噴火は、日和山、大湯沼、裏地獄火行列で発生しており、約200年前の活動と推定している。二千十五年十月一日から、 噴火警戒レベルの運用を開始した観光防災ありがとうございます。